はい、どうもロジティアです。今日はちょっとテイク2です。今日のテイク2はそもそもなんかグダグダになったからとかじゃなくて、単純にね1回目に撮ったやつがちょっとね撮ったっていうかやめたんだけど、途中で内容があまりにもエグすぎるのと、この話って多分あんまり受け良くないよと思って正直やめました。なんだろう、本能の話とかしようとしてたんだけど、男性と女性のね、正直これなんか答えがねえなと思って、なんか中途半端な感じで終わるなと思ったから、ちょっと途中でやめました。はい、めっちゃ暑いね今日ね。今日っていうか、まあジメジメしてマジで嫌なんよね。雨、なんか今日雨っぽいけどさ、なんかだるいわ本当に。はい、今日サムネこれね、アーマードコア6のサムネにする。まあね、最近ミクロがやってるし、あとまあ二次ホロの人なんかもね結構ゲーム配信でねやってらっしゃることがめちゃくちゃ、まあね、発売してすぐなんでね、まあみんなやるだろうなと思ったよ。フロムゲーってめっちゃ人気あるしね。まあアーマードコア自体は大昔のゲームなんであれなんだけど、ずっとこう発売が待たれてたわけじゃん。5が出てからもうだいぶ経ってるし、なんかいろいろその AC 構文みたいな、その体が闘争を求めるみたいなやつめっちゃ流行ったじゃん一時期。その5が出てから6、今までずっとね、いやいやそのネタされてたし、正直さ、アーマードコア5前の前作が出た時って俺正直いつぐるだろう、多分そのこうやってさ YouTube 始める、俺が始めるより前だからね、多分5が出たのもうかなり前よ。だから、まあ、その当時からずっとこう6まだか6まだかって言われ続けてきて、まあ実際こうフロムがさ、ダクソとか、まあ、あの辺のゲームエルデンリングとか、まあ、いやあの手のゲームでめちゃくちゃこう人気が出、まあ当時から人気はまああるっちゃあるんだけど、正直どうだろう、まあその5ぐらいの時期はさ、もうそれこそダクソとか当然出てたからあれなんだけど、その俺がねその、まあ、そのアーマードコアバチバチにやってた時代ってもうかなり前だよ、ほんまに学生の頃とかなんだけど、その当時って、まあ、まだ PS2 とかで、まあ、アーマードコア2とか3とかで、それより前のやつも俺やってるんだけど、それより前に関しては本当になんだろう、小学生とかそのレベルでやってたから、だからまあそれよりまあ学生中高校とかでそのちょっと古めのゲームをやろうっつってアーマードコア2とかをねよくやってたんだけど、でまあ3はね俺あんまりやってないよ、一応持ってたんだけどあんまりやってなくて、2の方が好きで、結果あんま3やらなかった、あなんか合わなかったみたいなとこあるんだけど、まあ それからやってないよね。だから4とか5とかあんまりそのストーリーだけはちょっと触ってるけどあんま手出してないよね、うん。でまあまあそんなことがあって、まあ、ただそのシリーズとしてはめちゃくちゃ好きだし、そのなんていうのかな、キャラクター造形みたいなのがめちゃくちゃ好きで、まあ言ったら、まあ、今回の AC6 でもねいろいろそのあるけど、言ったらその登場キャラクターの顔とか、まあ、ビジュアルとかが基本的にないんよね。厳密に言うと AC 初代の AC の時に、これちょっとさっき X の方でもちらっとその話そのフォロワーとしたけど、初期の頃は一応そのイメージイラストみたいなのが実はなんかその攻略本だったりとか、その手のまあゲーム雑誌とかに結構出てたりしたんよね。こんな感じのキャラですみたいなのが当時あったんよ。だけどゲーム中にはまあ出てきませんみたいな。でもそんな感じだったんだけど、それ以降の作品ではもう一切そのイメージイラストだったりそういうものって全くなくて、ただ声だけなんよね。まあ、声もないキャラもいるから基本的に、まあ、それぐらいさ、そのから基本的にもう設定とかだけなんよね。設定と声だけみたいな感じで、それをまあそのいわゆるなんかフロム脳みたいな言葉があったけど、それなんかいろんな考察してさ、実はこのキャラこんな感じじゃないのかって、こんな感じでこんな感じで、こことここはこんな感じでみたいなさ、いろんな考察がされてるのが面白くて、でそのイラストもさオリジナルでさ、あのファンの人がイラストをオリジナルで描くみたいな、まあ言ったらそのイメージで描くみたいな、でもまあそれぞれのイメージだから結構みんなそれぞれ違ったりするんだけど、まあ大体固まってくるじゃん、だんだんねイメージされてくるみたいな。でまあそれをみんなで楽しむみたいな、このキャラは多分こんな感じの見た目なんじゃないかみたいなね、ことは結構されてたんだけど、まあもちろん今6でもそれされてるけどね。ただまあ6になってくるともう結構その SNS がめちゃくちゃ発達して、まあ5の時もしてたんだけど、正直5の時以上にその X、まあ、Twitter だったり、まあインスタはまああれだけど、まあとにかく Twitter が一番でかいね、が
その5とかの時代よりもめちゃくちゃツイッターがこうでかくなってるので、こういうイラストが出やすくなってるんよ。まあ、前だったらそれこそ5とか4とかの時代だったら、まあピクシブとかそういうところでまあ出てたんだけど、まあツイッターにももちろんあったよ、あったけど正直そこまでじゃなかったからうーん、4とか5の時代もまあ見てたけどそこまでじゃなかったかなと思うよ。でも今はもうめちゃくちゃ流星してるからもう全部そこに集約されてるじゃん、もう SNS に集約みたいな。だから昔みたいにさ、ピクシブに上げるとかさ、いろんななんか投稿サイトに上げるとかしなくてももう全部 SNS で完結しちゃうから、だからまあその分なんか見やすくはなってるけど、見やすくなってるし、もうイメージがもう固まりすぎるんよね。実際なんかあの登場キャラとか、まあ、登場しないキャラでさえなんかイメージイラストがあったりとか、いろいろ俺もその何その人のプレイ動画しか見てなくて全然自分がやってないから詳しくは知らないんだけど、なんかそのイメージが先行しちゃってるパターンとか結構あったりするもんね、6なんかね。もうさすがに時代が時代だなんだなと思って、実際さもう AC1 とか2とかの時代とかさ全然そんなイメージとかなくて、本当にピクシブにイラスト探したら1枚2枚あるとかないとかぐらいのレベルだったからね、俺が見てた頃とか。まあエンブレムとかね、オリジナル自作したりとかしてたけど、でもまあすごいよなと思うよね。フローム自体本当にすごいもんな、今の勢いが。そのまあクオリティが高いっていうのもあるんだけど、結局ね、あそこのゲームって難易度がめちゃくちゃ高いんよね、何をもってしても。もともとさ、そのフロムのゲームのイメージって、まあ、俺最初にもちらっと言ったけど、タイトルちょっと忘れたんだけどさ、その AC 以外にもその PS2 ぐらいの時代に結構フロムのゲームでポンポン出てて、まあ、言ったらその装備とかを結構自由に変えられる、で見た、それによって見た目が変わる、組み替えられるみたいなのが、まあ、言ったら AC に近いんだけど結構多くて、まあ、今のねダクソとかあの辺のシステムのまあひな型に近いんだろうけど、その手のゲーム結構あったんよ、そのフロムが出してるゲームねが結構あったんだけど、正直大して売れてなくて、ワゴンセールとか出てたり多かったんよね。だから友達が持ってたりしてやったことはあるんだけど正直おもんなかったんよだけどおもんなかったけど、システム考えたら今のシステムのまあ荒削りだった時代なのかなと思ったりするんだけど、とにかく難易度が高いんよね正直。まあ、AC も高いといえば高いんだけど、まあ、AC は正直抜け道があるから、言ったら強化人間とか、まあ、クリア後の得点だったりとかで結構その簡単にクリアできるように、簡単にというかその強くなれる、まあ、俺強いプレイができるようになってるんで、割とクリアできない人はいないと思うんだけど、な結構その難易度バカ高いゲームが多いよね正直。ダクソとかエルデンとか俺やったことあるけど、友達の家で全然ダメだもん、ほんまにイライラしかしないから速攻でやめたけど、なんかほんまミクロがよくやってるすごいなと思うもんね、うん、だって AC6 でもあいつ普通にクリアして、あれ結構すごいと思うよ正直。もっと詰まると思ったってよく言われたけどね、だからね、とにかく難易度、俺ね正直ね、だからフロムのゲームの設定とかめちゃくちゃ好きなんだけど、あのダクソとかあの辺もそうだけどめちゃくちゃ好きなんよ、ああいう設定の作り方とかキャラクター造形とかめちゃくちゃ好きなんだけど、俺基本的にあの高難易度ゲームあんま好きじゃないんよね、鬼畜ゲームというか、あの難易度が高いのを楽しむゲームってもう、ね、昔から嫌いなんよ。あの昔のなんか、ゲーセンとかにあるゲームってさ、金使わせるためにめっちゃ難易度高かったりするゲーム多かったけど、あれと一緒だと思うよね。もう俺嫌いなんよね、あの手のゲーム。なんか難しいゲームをクリアして達成感みたいなところないから、あんまり基本的になんか俺強いがしたいだけだから難易度なんか低くてもいいタイプだよね俺。どっちかちょっとぐらい歯応えがあればいいぐらいのレベルだから、正直難易度高いゲーム嫌いだからね。だから全然や人がやってるの見るだけなんよ、ほんまに。だけどまあそうは言ってもアーマードコアシリーズに関してだけは本当に、さっきも言ったけど小学生からやってるからめちゃくちゃ思い出があるんでね。こうやって今この VTuber の人とか配信者の人とかが、まあ、ストリーマーの人がねそのこぞってね6をねやってる状況を見るとめちゃくちゃ嬉しいよね。まあその大人気ゲームなので、もともとシリーズとしても大人気だし、
まあいろいろね瞑想もしたんだけどね、アナザーセンチュリーエピソードって言って、ちょっとスパロボとコラボし、スパロボっていうか、まあスパロボチックなゲームとコラボしたことがあったやんか。あの PS3 はな、3まであったんかな多分ぐらいまでさ結構出ててさ、あのゲーム最初面白かったけどすぐ微妙になったよねあれね。まああれとか、あ確かあれも確かナインボールセラフかなんか出てくるよね。だからあれとかさ、他にもあったかな。まあ結構その村雲だったっけ、 Xbox かなんか出て、あれのゲームもやったんだけど、あれもなんか変な難易度でさ癖強すぎて、うん、一応友達がクリアしてたけどさ、あれはきつすぎたけどな。だけど結構そのなんか瞑想していろんなことやってたけどさ、結局面白いもんな、アーマードコアって。やっぱりその正直4と5も一応その友達の家だったりとか司教台だ、そのゲーム屋に置いてある司教台とかちょっとやってるんよね全部。まあ6はまあやってないけど6以外は全部やってて、やっぱりなんやかんや面白いんよね。だからまあね、その配信者の人がやってるやつを俺は楽しんでます。まあ正直最近あんまその何テレビゲームって言われるもの、ビデオゲームって言われるもの全然やってないから、ソシャゲはやってるけどがっつり。だからまあ本当に見るばっかりになっちゃったなって最近は思ってるけど、でも、ね、それでもやっぱ嬉しいですね、こうやって発売にこぎつけてくれて。はい、まあそんな感じでロズキャでした。バイ。